部長です。つむぎだよ。町も本当に落ち着いてきたな。あとは高級な布と銀食器ができるようになれば大体のものは作れそう。それがこの墓が埋まる前までに行ければな。さすがにそれは大丈夫だと思う。それより今回で食料問題もなんとか収めたいな。そのための準備はしてるんだろう。屋上のための縄はいいとして、他にも農場を作ってるから、それが完成してどうかって感じ。足りなければまた追加するけど。もうそういうやり方でも問題ないところまで来てしまってるからな。そうなんだよね。で、今は何をしようとしてるんだ。屋上のために縄を結構用意しないといけないから、編み物工房を探してるんだけど、これも作ってさっさと牧場にアップグレードさせないと。さすがに牧草地を全てアップグレードさせてしまったからな。その間は肉の生産も全部止まっちゃうから。これでできたら縄を作ってもらおう。まあそれでも問題なく進めそうだな。多分そうなんだけどね。前のキャラバンが戻ってきたか。これで蚕の餌の桑の葉がちゃんと手に入ったな。これで絹の準備も一段階前に進んだ。今度は役人の人気マンネオか。さすがに30年もやってるとな。いい人に変えるのもありだね。で、天候操作の人、ここは引き続きやってもらわないと。冬を安全に過ごすためにもな。この人がいるおかげってとこも大きいな。じゃあ再任で減ったお金はキャラバンで稼いできてもらおう。そういえば再任はお金がかかるんだったな。移民が来たか。なんか前回に引き続き立て続けだな。食料もまだ不安があるけど、今回は22人だ。今の人口500人超えてるのか。まあいいや。受け入れるのか。うん。これで人口が520人を超えたな。もうここからは役人とか出てこないんだろうけど。相変わらず病気を持ち込まれたな。それももう心配ないからね。そういえば牧場のアップグレードが完了してた。範囲が広くなったせいでいろいろ見れなくなっているな。単純にプレイするだけならそんな影響ないけど、動画と考えるとな。そこは思うね。まあこの牧場に関しては前入れていた家畜を元に戻していくだけだけど。とりあえずは一頭戻ってきたな。これも最大まで増やせれば川もなんとかなるんだろうな。そういえば蚕のこと忘れてた。ちゃんと生産は始まっているぞ。まあさすがに選択肢はないか。とりあえず増員だな。この熊の葉もほんと育てたい。現状種がない以上難しいな。しばらくは在庫分で頑張ってもらうけど、これも定期的に買わないとな。さて今回の研究を始めよう。どうするんだ。前回気になった食生活面、パンとかか。あと砂糖なんかも。ってどこにある。さすがにそのあたりじゃないだろう。ここか。これこれ。パンか。あと砂糖。これで甘いものが作れるようになる感じだな。だね。あとはパン。これも製粉所作ってから長い間放置してたからな。まあこれで食生活に彩りが出そうだな。これで満足度を上げていかないとね。バターなんかも作れるようになったみたいだし。じゃあその準備をしていきますか。ちょうど並んでるな。探しやすい場所にあってよかったよ。で、パンはやっぱり製粉所の近くに。ここが製粉所だったな。ほんとかなり前に建てたから忘れられてんだろうけど。で、バターは牧場の近くに。と言っても原料のミルクは手に入るのか。わかんない。で、ジャム工房は果樹園の近くがいいよね。で、ここは厳しいか。じゃあここにしよう。ほんと雑な配置だな。これでも十分回るからね。まあこれらができたらほんと生活が良くなりそう。先にバター工房ができたか。でバターだけど在庫がないか。どうやら牛からしかダメみたいだな。となると牛をなんとかして入手するところからか。これも交易でなんとか手に入れられるかもな。今度試してみよう。そういえば靴も厳しかったんだよね。
りあえず人を増やしておこう。本当に厳しいのは川だな。でこっちの寝具、そういえば高級に変えなくちゃ。もともとそれを目指していたんだったが、いろいろ作りすぎてこんがらがってきたよ。まあ同じ施設で複数ものが作れてしまうからな。そのせいでどこで何を作ってるか本当わからなくなっちゃう。そういえば銀食器作るのも今回の目標だった。そのためにこれ陶器か。ここで銀鉱石を加工して銀食器が作れるんだよ。なるほどな。その先まで行けば宝石も作れるようになるけど、まあそこはおまけだろうな。とりあえず家を準備するために銀食器ね。でそのための準備、この陶器工房だな。これも高級住宅街にアトリエといった感じか。茶店に併設されたみたいな。そんなおしゃれなものじゃないと思うが。いつも言ってるけど雰囲気だよ。パン屋も完成で、何が作れる？いろいろ作れるようだな。なんかお菓子も並んでる。その場合は材料だな。トーストあたりならいけそう。砂糖もそういえば準備しなくちゃ。バターは厳しいな。とりあえず普通のパンか。お祝い用もあるけど、材料が倍必要だな。まあ今は食料安定のためにもこの農夫のパンを。それがいいだろう。これでようやく製粉したものを使うことができるよ。このバターもなんとかしないとな。そういやジャムの方、こっちはさすがに作れそうだな。リンゴだけはあるからね。他のものからも作れるのはいいな。いや肉屋みたいに各果物で別々のものにならなくてよかったよ。とりあえず増員か。もう無職も本当あまり気味だからね。そういえば牧場のアップグレードはどうなった？結構進んだよ。残ってるのはあと一つ。ここで最後七面鳥を戻せば、これで全ての牧草地がアップグレード完了か。そういやここも設定しとかないと。いろいろまとめてきたな。ここは銀食器だね。そういえばそうだったな。これで大抵のものは作れるようになったはず。あとはどれだけ発展させるかだな。だね。で高級寝具ってまだできてないの？ここは布だし、ここのそもそも材料があるのか。そのために蚕で絹が必要だった。そういえば絹を作っていたか。いや、カバーしてない。これで切り替えないと。蚕を作ることで頭がいっぱいだったようだな。もうほんとぐちゃぐちゃ。確かに生産ラインを把握し続けるのは難しいかもな。ここを絹に変えたから普通の布を作る場所も用意してあげないと。満足度を上げるためにもさらに革細工を。靴を準備するのか。今度は高級な方をね。これも今後で高級なものにするということは、上の町にだね。この辺に、まあここも材料に困っていきそうではあるな。その辺のバランス調整がすごく面倒。とりあえず普通の靴もちゃんと考えてやるよ。リラが一つできたか。高級寝具は無事作れたようだな。しかしここの住人いいもの持ってるな。まさにブルジョア。まあ高級住宅街だからそんなもんか。何か初期からいる人かわいそうだな。なんだかんだ食料は安定したな。安定かわからないけど戻ってきたね。じゃあ新しい革細工で比較性の物を。それで満足度向上を狙うんだな。あとは革をなんとかしてあげないといけないけど、結局まだ手つかずだな。それでもなんとかなってるし。まあ満足度も健康度も60を切ることはなくなったな。ただ 100% にするにはかなり厳しそうだな。ここからはほんとバランスなんだろうね。じゃあ最後研究しようか。この老人ホームって、これはちょうどいいイベントじゃないか。マックスが変えたのはいいとして、満足度を上げるためにも娯楽はやってあげないと。これで娯楽の手前まで来たな。じゃあ解除した老人ホーム、これはどこに建てるんだ？これも高級なものだよね。そういう位置づけか。やっぱりお金がないと入れないでしょう。
軟化現実に合わせてきてるな。その方がイメージしやすいし、あとは道を準備しておこうか。ここはいい道を敷くんだな。やっぱ貢献感を出すためにもね。じゃあこれで準備は整った。あとは材料次第だな。そこまでまた時間かかるし、今回はここで終わろう。次回は今回やり残したことも考えてな。牛田。